い、どうも、レイです。今までいろんな絵を描く企画をやってきたんですけども、本日は、絵を使った伝言ゲームをしていきたいと思います。最初に、僕がここにお題を出すので、イカちゃんに描いてもらいます。で、それを、最終的に、どんどん絵で伝えてもらって、ヒレオさんに答えてもらおうかなと思ってます。偉い。あの三人見てないぞ。偉いぞ。はい、お題は、ぶどうです。ぶどうを描いてもらいましょう。ぶどうはなんか、難しいよな。難しそうだよな。あのね、果物がね、どんどん繋がってるとこ、その絵で伝えるの難しいね、イカの。なんだこれ。あ、でもうまいんじゃない？うわ、この丸かな？難しい。これ難しいよ。伝えられるか？伝えられるかな？これ。あの、まあ、わかるよ。わかるっちゃわかる。わかるっちゃわかるね、これね。わかったかな？わかったかな？これ何だと思ってんだろう。よし。じゃ、消すので、書いてもらいましょう。頑張ってスクイックリンで真似して書いてるけど、もうね、原型ないや、これ。本当に原型ない。どうなってるんだ、今これは。ちょっと、なんだろうな、これ。エイリアンみたいになっちゃってるな。カボチャみたいになってない？まあ、9大点ぐらいかな。本当に。ギリギリ。ギリギリまだブドウって伝わるわ。さあ、3人目になりました。書いたものを真似して書いてると思うんですよ。で、自分なりに解釈した絵を、これなんだろうなって付け足して書く。いや、終わったの？あ、待ってか。びっくりした。終わったのかと思った。おい、これなんじゃ？これ、なんじゃこりゃ。おい、これをヒレオさんに答えさすのは、なかなか酷だぞ。かわいそうだぞ。大丈夫か？はい、3人に書いてもらったので、今から、最後に書いてもらったのを、ヒレオさんに答えてもらおうかなと思います。ヒレオさん、見ていいですよ。で、ヒレオさん、こっち来てください。僕呼ばれた。呼ばれて飛び出て。呼ばれて飛び出て、じゃ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 ん。考えてるんですかね。周りを歩いて考えてるんですかね。これは難しいぞ。しかもここの塗り残し、ここめっちゃ気になっとるよ。分かってないな。分かってないか。難しいよな。え、ヒレさんこれ分かったの？すごいすごいすごい。ヒレさん分かったみたい。じゃあ、お答えください。うんち。うんち？うんちは違う、違うだろ。俺食べ物にしたんだけど、これ。ヒレさん。うんち食べ物じゃないよ。うんち。うんちうんちうんち。うんち、うんちブリブリ。うんちだよ。分かったよ。うんちうんち。俺ね、ぶどうだよ、ヒレさん。ぶどう。落ち込んでる。いや、これ、ヒレオさん悪くないだろ。これは難しかったよ。ぶどうだって。もう僕の目はダメなんだ。おかしいんだ、僕。ぶどうをうんちに見えちゃうなんて。